造毛性とは、動物の修性に関わる語で、網を張って、餌を取る修性を持つことを指す。雲と飛びけらに使われる。動物の中にも網を張る修性を持つものがある。特に有名なのが雲であるが、昆虫の飛びけら目にも似たものがある。いずれの群でもその全てが網を張るわけではなく、雲類では約半分、飛びけらでは一部のものだけが網を張る。 網を張る者はその網に依存して生活するため、ある程度の類似点を持っており、それらをまとめる場合に使われるのが増毛性である。これに対立する語もあるが、これは群によって異なる。以下、それぞれの群における様子を解説する。クモ類は肉食性であり、昆虫などの小動物を捕獲して食べる。この時、糸を組み合わせて網を作り、 これに引っかかる昆虫を捉えるのが増毛性のクモである。クモ類の約半数がこの型に属する。網の形はいくつかの基本的な型があり、さらに種によっては様々な異なった網を張る。網の形や種類についてはクモの網の項を参照されたい。網を張らないクモの多くは獲物に走り寄って食いつくか、時としていて近づいたものに食いつくようにして獲物を捕らえる。 このようなものは、増毛性に対して徘徊性という。この型が雲の残り半分に近い。このほか、一部の雲は住居に閉じこもって生活する。増毛性の雲に共通する特徴として、爪の数が挙げられる。ふわしの先端には、針状の爪が一体あるが、増毛性の群ではその下側により小さい爪があり、これで糸を引っ掛ける。 そのためこのような爪を持つ類をまとめて三爪類と言う。ただし、三爪類がすべて作り盲性でなく、徘徊性の種が混じっている。それらは、造毛性の祖先から徘徊性に転じたと考えられている。岸田雲科のものでは、妖精は網を張り、生態が徘徊性になるものがある。トビケラ類の幼虫は、水生昆虫で、その多くは、 ミノムシのように自分の体を治める巣を作り、それを引きずって移動する生活をしている。しかし一部に、巣の一部かその外側に網を張り、これに引っかかるものを集めて食べる露過接触の習性を持つものがあり、これを増毛性と呼んでいる。このような網を作るものは、島飛びケラ上化にまとめられ、増毛性飛びケラと呼ばれることもある。網と巣の関係は様々で、 分類群によって決まっている。ヒゲナガカワトビケラ科のものは、歴の間に糸を引き回して、網と巣を作るが、その区別は明確ではない。最も進化したものとされる、シマトビケラ科のものは、固着式の巣の一部に、規則的な網目の捕獲網を作る。さらに大シマトビケラでは、網目は10、40マイクロメートルと、細かく、さらに巣には水流を調節できる煙突のような、 受水管を備える。それほどはっきりした網の形を取らないが、似たようなことをする動物は他にもいる。巻貝類の王兵美貝や、ムシ動物門のユム虫は、海底にあって、口から粘液を出し、これが、気質状に広がり、それが、網の役目をする。その粘液を再び口に戻すことで、そこに付着する微粒子を食す。ただし、はっきりした構造を作らず、 網と呼ばれることはない。人間にとっては、これらの網は空間を占拠するものとして嫌われる例が多い。雲類の網は、住居や家具を怪我すものとして嫌われる。また通路に貼られた網は通行の妨げになる。丈夫なものではないから破って通行するのに苦労は、しないが、粘着性のある網を体に貼り付けるのは気持ちが良く、ないし、死んだ虫などがついていると、 これも一緒に貼り付いてくる。皮膚に貼り付くと、嫌悪感は一層である。野外観察の際に、メンバーに蜘蛛屋がいると、戦闘を歩かされることがしばしばである。なお、これらは、気分だけの問題であるが、一部の雲の網では糸に、毒性があり、目に入ると実害があることも知られる。飛びけらの網の場合、 かなり小さいので雲のような形では邪魔にはならないが、むしろはっきりした実害がある。人工的な水路に、これらが網を作ることで、その水流が妨げられることである。特に水力発電所においては、送水管の内壁の掃除が不可欠で、そうしないとしとして、島飛びケラ類の巣が無数に作られ、それによって流速が落ち、発電量が低下する。このため、この手の飛びケラのことを、 電力を食う虫と言われる。これが大きく取り上げられたのは、新潟の千住発電所で1939年、まだ発電開始から1年を経過しないのに、発電量が10%も低下し、その原因がこの虫であることが判明した。空間に網を張る場合、その空間を大きいものが通過したり、網を固定する基板が動くと壊れる。つまり、網が存在することは、一定時間。 その基盤が動かないこととその空間が拡乱されないことを示す。これを利用したものとして河川の水性昆虫における増毛型係数がある。これは採集された水性昆虫のうち作り網型の飛びけらの占める割合を計算したものである。増水などで川底が拡乱されるとこの値は低くなり安定していると高くなる。また減存量が多い場合、 大抵はこの値も高くなる。雲の場合、このような使われ方はないが、雲の網が張っていることは、そこを利用する者がいないことの証拠とされる例はある。自称4年4月、源頼朝は、大場三郎影親に敗れ、繰り返し退却を迫られ、最後に大木の祠に身を隠した。この時、追っ手に入っていた、梶原影時は頼朝に心を寄せていたので、 祠の入り口に雲が網を張っている。人がここに隠れたなら破れているはずとみんなをよそえ、誘導し、よりともを救ったという。この章は焼沼、P130 から133個の章は、かわいへん、P167 焼沼、P28 上野、P31 森下、P72、水野、五所 P52 から53焼沼、P160。ありがとうございます。